エキサイト TV。 こんにちは、辰岡です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、主政クラブ岡山交絡会場という、経営者の商談会に参加してきましたよっていう話をさせていただきますので、よろしくお願いします。いつもご覧いただきましてありがとうございます。辰岡はですね、自営業4年目になるんですけれども、いろんな事業をやってきて、なんとかいろんなそのいい経営者になってですね、いい事業をして、なるべくなら利益を出して、いい会社、いい商品を作って頑張っていこうっていうのを、思いながら日々頑張ってるわけですけども、こういった動画を撮ることで、この時こんなこと思ってたなとか、あとちょっと前の自分が見て、あ、こんなこと知りたかったなみたいなことをお話ししようかなっていうチャンネルを今やっています。で、今日は主政クラブの話なんですけれども、主政クラブって、いわゆる経営者の会で全国組織になっていて、で、僕がいる岡山県にも5つの会場があって、月に1回それぞれ の会場が、例会をやってるわけなんですけども、その例会っていうのが、全員と名刺交換をするっていう、そのフォークダンスみたいな代名詞交換会っていうのがあって、で、その名刺をもらったら、直接アポをしていって、自分の商品を売り込んだりしたら OK っていうので、プラスこのグループ商談会みたいなのがあって、その宴会場でやるんです。で、岡山交絡会場は岡山メルパルクホテルでやるんで、その円卓があるじゃないですか。テーブルの8人掛けとか10人掛けぐらいのテーブルにそれぞれ、事業の代表者が座って、で、うちはこんな会社ですっていうプレゼンテーションをするんですけれども、例えば靴工房は靴を作っているところですので、靴のお困りがあったり修理とかがあったらお知らせもらえますよ、よかったらご協力くださいっていうプレゼンをさせていただくんですけれども、今回ご一緒させていただいた人たちっていうのがまたまたユニークな人たちが多くて、普段だったら絶対出会わないだろうなっていう人たちと、自分たちの事業の内容の PR というか情報交換をしてきました。で、今回面白いなと思ったのが、ですね、土木工事の方とかが、まあ一人いらっしゃって、その方はですね、仕事の話もされるんですけれども、実は私レゲエが好きでですね、レゲエしか聴かないんですねみたいな、そういうその趣味の話とかを聞いて、なんかそういうのも面白いなと思ったりしたり、あとはですね、保険屋さんも一緒にやりました。保険屋さんって本当にいろんな種類の保険を取り扱っている方々がいらっしゃるんですけれども、この方の場合は基本的には生命保険とか損害保険っていうのは使われてるんですけれども、なんか最近いろんな面白い保険が出てきますよっていう情報を提供してくれて、ドローンの保険とかが今あるんですね。ドローンが落ちたりこうぶつかったりとか事故した時に、ドローンを使って何か起こった時に対して保険をやりますよっていうのがあって、そうか、ドローンイベントやる時にはそういう保険がいるなっていうのは、そういうのが分かったりとか、あとは保険屋さんでもいろいろ販売してるけども、やっぱり一緒にチームで販売したいなっていうことで、その販売代理店を探しているとか、販売の人を探しているとか、そういったのも、商談会なんで、誰かいい人いませんかっていうのはありだなと思ってました。さっきの土木の方も、今度はベトナムで人をたくさん、ベトナム人を雇用して、で、自分の社員として成長させたりとか、あとは国に帰って仕事ができるようにしたりとか、そういったその外国人を雇用するっていうこともすごい積極的にやられてるそうなんで、そういった外国人の雇用について、もし詳しく知りたい人がいたら力になりますよっていうことも言っていただいてたりとか、あとはスナックのママさんとかもいらっしゃるんですね。基本的にその商売の会なんで、商売によっぽどその公序良俗に反する仕事でなければ、来て OK っていう会なんで、スナックのママさんがうちはこんなスナックですよと、で、飲み放題があったり、ビール飲み放題っていう特別なイベントがあったりとか、そんなこんなでいろいろスナックやらせてもらってますっていうところでね、僕もそのスナックさん何回か行ったことがあったりとか、それこそ取引先連れて行ったりとか、なんかそういうので、で、逆にそのスナックのママさんもうちの、その当時はカバンも売ってたものがあったんで、カバンを買ってもらったりとか、そういったお付き合いがある方とご一緒させてもらったりとか、あとね、クレーン屋さんっていうんですね。そう、うちはここは今綺麗なお店作ってますけど、ここを建て替えるときに、いろんなその材料をこう運ぶために、こうクレーンでこうガシャーンってこうやってもらったりしたんですけど、そのクレーン系の、クレーン屋さんがいたりとか、あとね、写真屋さん、写真も本当にこうカメラマンで現場行ったりする方もいるし、あとは垂れ幕を作ったりしてるみたいで、なんで僕もここ作った時に、それこそ本当ここはね、主政クラブの会員さんによって作られたといっても過言ではなくて、それここが完成した時にこの写真を撮ってもらったりしたのもここの会員さんですし、そもそもここを建ててもらったのが主政クラブの会員さんの建設関係の方にも非常に尽力いただきまして作ってもらったので、そういう意味では本当に僕は主政クラブお世話になってるなっていうところです。あとはね、
内装業されてる方もいらっしゃって、でなんか内装業なんですけどマグロの取り扱いを始めたと、そんなことあるんですかみたいな感じだったんですけど、まあ、そのたまたま雇用した、方が、まあ、そのマグロに縁がある方で、まあ、実はマグロを販売することになったんですよねみたいな話を聞いて、まあ、そういうこともあるんやなと思いながら聞いてたりとか、あとはまああの建設業に特化したホームページを作ってる方もいらっしゃって、なんかホームページっていろんなあるじゃないですか。本当にもう月何千円とか無料で作って、であの管理費だけもらうとかってなったんですけど、それはもうね年間でなんかこうワードプレスとかで作るらしいんですけども、もう込み込み でもうほんと短時間でもういる必要最低限な写真と、そのテキスト情報だけ入れて、で3万8000円年間みたいな、安くないですかと思って、なんか数位サーバー管理費諸費用含めても、まあ、作成込みで3万8000円でむちゃ安いなと思ってですね、まあ、そういうその建設業の方ってやっぱそういうのに疎い方が多いんで、そういうのも込み込みで全部やって月額3万8000円っていうのは、まあ、そういうビジネスモデルもありなんだなと思って勉強になりました。あとはですね、デジタルサイネージを扱っている方もいらっしゃって、さすが靴工房っていう靴屋なんですけれども、お店の前に看板立てるにあたってその方にお願いした縁もあります。やっぱりね、単に看板出すよりかは、まあ、後ろ今これあのパソコンの画面がスライドショーで入れ替わったりしてますけど、もうそんなんじゃなくて本当にこう人が1人立つぐらいの 180×60 ぐらいになるんですかね、この大きいその電子看板でこういったあの LED のパネルになってて、ちゃんと動画やスライドショーもすごい綺麗に映る、でしかもかなりその昼間に外に出しても明るく映るっていうデジタルサイネージ打ち入れさせてもらっています。なんでこれももしその飲食店されてる方とか、なんかそのそういう看板を扱いたいっていう方いたら、あのご紹介しますんでお声掛けください。もううちはね結構むちゃ安い価格でリースさせてもらってるんで、まあ、金額はちょっと言えないんですけれども、まあ、通常よりはかなりのお得な金額でリースさせていただいてます。ありがとうございます。その方にも靴買っていただいてます。ありがとうございます。まあ、そんな感じでですね、いろんな方とお話しさせてもらってて、あ、そう、あとねまたスナックなんですけども、忍者バーっていうのが岡山あるんですよ。くの一の格好をした、まあ、そのお店の女の子たちがいて、でこうガチャってこう行くとですね、何やつって言われるんですよね。こう来店のいらっしゃいますの代わりに何やつって、新参者かって言われるらしくて、まあ、それも非常にコンセプト的に面白いなと思って、まあ、そういうお店があるっていうのも、まあ、こういう会に入ってないとなかなか縁がないので、まあ、そういったエンタメ系のね飲み屋さんとかバーとかも、まあ、出会いで面白いなって思ってます。あとはそうだな、スマホアプリを開発したりとか、あの AR とか VTuber とかそういうのもやってるシステム系の人がいたりとか、あとはあの鍼灸整体院とかね、まあ、あの体疲れたらいかがですかみたいな方がいらっしゃったりとか、あとはあのなんてこう木白樺っていう木があるんですか、樹木、この白樺っていう木から取れたエキスを使って作ったあのなんていうんですかね、防虫スプレーとかなんか抗菌とか、まあ、そういうスプレーを作ってる人がいて、でこれもうち靴屋なんですけど、靴のまあその中をシュッシュッシュッってこう消毒したり殺菌するのに、一応、まあ、の靴屋が出しているそのシュッシュってやって中を拭いたりすると、まあ、汚れ落としになったり抗菌作用があったりって作ってるんですけど、まあ、そういう白樺っていうのが材料ってことはナチュラル素材系ってことなんで、まあ、人体にも害がなく革素材にも害がなく、かつ、まあ、その自然のパワーでこういう抗菌とか消臭ができるんだったら、うちの OEM として商品開発してもいいかなっていうので、それもちょっと今度商談してみようかなと思ってる人がいらっしゃいました。あとはね、桃農家さんもあの来られるんです。まあ、いろんなその農家さんも何人かいらっしゃるんですけど、その方は桃に特化されていて、で僕も何回か買ったことがあったりとか、あと得意先とかに、お中元かな、あのプレゼントしたりとか、まあ、そういうので、利用させてもらったりしています。あとその方デザイナーもされてて、桃農家でデザイナーでバンドマンという方なんですけれども、その方の名刺見たらすごいね、なんかこうなんか僕が今作りたいなと思っている名刺だったんですね。なので、まあ、この名刺パクらせてもらってもいいですかみたいな、同じ感じでデザイン使わせてもらってもいいですかみたいな話させてもらったりとか、そうそう、名刺交換いっぱいするんで、あ、この名刺いいなとか思うと、これパクろうみたいにね、そういうのもなんか考えたりしたりしています。あと、あ、そう、これも珍しい方出会いました。あの、ね、林業をされてる方で、まあ、主な仕事はこの道路とか
まあ、に生えているやつを行政から受けてこう栽培伐採したりするらしいんですけども、なんかそういう、まあ、庭の木とかも切りますよということでしたし、なんかいろんな情報をいただきました。例えばお店の前とか家の前に木が生えてて、その枝が邪魔だとかいう場合に、枝が邪魔で看板が見えないとかいう時に、それは、まあ、本当は自分で切ったらダメですよ。市とか県のものなんで、自分が切ったらその器物破損になって良くないことになるんですけれども、もしそういうのどこまででしたら、まあ、行政に対してこの例えば看板の道路標識が見えないからここはなくした方がいいんじゃないかって言ったり、あと通行の時にどうしてもこの当たる人がいるとかいうことをちゃんとまあ説明すれば、あ、では市民の安全や生活のためですから伐採しますよということで、その林業屋さんに仕事の依頼が来て、でその人が切りに行くと、まあ、そういったシステムに社会はなっているんですよみたいなことを教えていただいたんで、まあ、そういう仕事の仕方もありなんだなとか、そういう仕事もあったり、あとはその仕事が関わってて、でまあ、困った時にはこういうふうにしたらいいよみたいな、ね、いろんな情報提供を、まあ、そのテーブルの商談会の中でいろいろその PR タイムを経て、お聞きできるのが非常にまあ面白いなと思って、参加させてもらってます。もちろんあのうちの靴のことを見てもらったりとか、修理やメンテナンスを手合わせいただいたりとか、実際お仕事いただいたりしてるんで、なんかそういう意味では結構いいなと思っているのと、あとね、そういったチラシをねめっちゃ配布したりもできるんですよ。名刺交換がある、あとはそのグループの商談会がある、そしてチラシをめちゃめちゃ配れるっていうのがあって、で面白いなと思ったチラシの中に、ですね、この電子タバコの専門店が岡山にできますよみたいなチラシがあったりとか、え、マジでみたいな感じなんですけど、あとはそのコンサート、こういうコンサートライブがありますよとか、あとね、これいいなと思ったのが、あの今結構軽減税率って話題になってるじゃないですか。で、いろんな飲食店さんとかがレジをこう、あの軽減税率に対象のものに交換すると補助金が出ますよ、国から補助が出ますよっていうのを扱ってる人とかがいて、そういうのはまあ確かになかなか普段生活してたら知ってるけどよくわかんないんだよねっていう人がたまたまその会場で、うちはその飲食店さん向けにこういうレジを今売ってるんですよって言われたら、なんかちょうどやってみたかったんだよね、お話聞かせてくださいみたいな感じで、もうその場ですぐマッチングしたりとか、まあ、そういう現場を結構見てきてるんで、僕もいろんなあのお客さんとかいろんな付き合いの中でこんなことで困ってるんだよねっていう方がいたら、あ、そういえば主政クラブの会員さんでそういうの得意な人いますよっていうことでおつなげさせてもらったりしてますので、もしなんかあのこういうことでお困りの方があったらおつなげできるっていうのは、あのいくらかご紹介できるかもしれません。で、もしまあこういった、ね、商談会興味があるなとか、まあ、いろんなこの人脈広げたいなという場合は主政クラブ紹介者制の会になってますので、もしよければまあその会員さんのどなたかのご紹介で1回その会場例会に来ていただいて様子見ていただいて、で僕もいつもあのご紹介して連れて行って、まあ、見ていただく方には言うんですけども、まあまああの1回入ってみてダメだったらやめたらいいと思うんですよ。やっぱりそのいろんな噂とかあるじゃないですか。あの例えば岡山青年会議所っていうその経営者団体はめちゃめちゃ酒を飲むとかマナーが悪いとかなんかボンボンが集まってるとか、そういう噂とかね、まあ実際事実の面もあるんですけど、そうそう、それでやっぱイメージだけでやらないやめとくよっていうのはもったいないなと思うんで、そこをじゃあ実際本当かどうか試してみようと、それでやっぱりそのいいなと思って言ってる人もいっぱいいるわけで、で辞めない人も多いってことは、まあ、それなりにこう入会したら自分にとって利益があるっていうことだと思うんで、この主政クラブっていう会も例えばなんかそのなんかよくわかんない会なんでしょうとかね、それよくわかんないですよ、それは知らなかったらって話なんですけど、まあ、行ってみて意外といいなと思ったら続ければいいし、とりあえず行ってみてやっぱ合わんなと思ったらやめたらいいし、でもどんなところでも明らかに合わんなと思ったらもうやめたらいいんですよ。でもなんかやってみようかなって、もしちょっとでも自分にメリットがあるなと思ったら、まあ、半年か1年ぐらいはやってみて、で合わんかったりとか、その実は仕事の会だ商談の会だって言いながらも実は商談にならんかったって場合はやめたらいいと思うんですけど、やっぱ何も試さんうちからやめるっていうのはもったいないんじゃないかなと思います。例えば中小企業家同友会ってありますけれども、僕もそれ所属してたことがありますけれども、そこも経営者の勉強するっていう会で、僕はね、まあ合わないなって思いながらも続けてみて、でやっぱり合わないなって思ったんでやめたんですけど、まあそれもやっぱ合わないなと思いながらやったことも別に無駄じゃなかったと思ってるし、まあ、お金と時間、まあ、それなりにまあかけて使いましたけれども、でもその分まあ学びになってるし、うちの会社の仕事にも利益にもつながってる部分も多少ありましたので、まあ、そういうところでなんとかこう試してみるっていうのをまあお勧めしているところです。で、まあ、こういう
主政クラブというのに参加してきましたよという話なんですけれども、まあ、こういってですね、いろんな経営者の会とか、この自分の仕事を良くしようとしていってることの、気づきや学びっていうのをですね、こういって、お話しさせてもらってますので、よければチャンネル登録いただいて、また次の動画でお会いできればなと思っています。こういったね、こういう、後継者というかね、創業者とか起業しようっていう方に少しでもなんかヒントになればなと思いながらお話しさせてもらってますので、よければまたお付き合いください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。達岡でございました。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。エキサイト TV。